ってシグネチャーボードを出す意味っていうのは、やっぱり自分はこういうフィールドで滑りたいとかっていうのがライダーによって違うと思うから、本当に自分の好きな板を乗れるっていうことにつながると思うから、すごい価値のあることだと思う。自分にとってその本当に設計から関わったって意味では初めてのシグネチャーボードなんだけど、まあ、本当形になってすごい良かったなって思うし、本当にこのサードプロトができた時は、まあ、滑る前に本当調子いいなって見た目からそれを本当に感じたし、乗り味もデザインもすごい柔らかく表現できたかなって思って、そこがすごい気に入ってるところ、まあ、実際にこの板ができるまで1年間、まあ、プロと自分の本当にこういうの乗りたいって思ったプロと3本作ってもらって、でその3本目で、まあ、フレックス違いの2パターン作ってもらって計5本、その前にもまあフレックス違いの板3本ぐらい乗ってるから、まあ、全部で6本から7本ぐらいの板を乗ってテストして、でまあこの自分ですごい満足できる板ができたっていう、まあ、1年かかったプロジェクトで今こうやってみんなに見てもらえる板ができたっていう流れかな。グラフィックをこのデザインにした理由は、まあもう本当乗り味を一番に考えてたから、まずソールはブラックソールで走るものがいいって思って、まあ、あとはダイカットで、まあ、ロゴはちっちゃく入れて、まあ、なんか柔らかい雰囲気の板にしたいなと思ってたんだけど、接地面のところにはダイカット入れないように、ちょっとでも抵抗なくすようにノーズがちょっとずつ上がってきてるところに入れてくれっていう、まあ、そういう機能だったり乗り心地をすごい重視して考えたデザインに、まあ、したっていうのが一番かな。まあ、トップシートは自分の年齢も、まあ、33になって、まあ、ちょっとほんと柔らかい落ち着いた雰囲気がいいから、バンブーの、まあ、見た目が見える方がいいなと思って、でもまあそれだけだとちょっと面白くないから、薄く模様を入れてもらって、まあ、下の方にはちょっと和なテイストの、グラフィックを入れてもらって、柔らかい感じにしたかったなと思って、まあ、いい具合にできたなって感じかな。まあ、自分が作ったこの板は基本的な両足で乗るっていうスノーボードじゃなくて、本当自分の理想の乗り方の後ろ足7の前足3ぐらいの荷重で乗るポジションを本当取りやすい板を理想として作ったから、まあ、基本後ろ足に乗って前足は舵を取るようなイメージで乗って、でまあジャンプとかでもすごいテールは粘ってちゃんと着地はしやすくて、でもまあ低速で緩斜面でディープパウダーでも浮力があって、ちゃんとトーションを使って低速でもすげえ楽しい板、曲がれる板っていうのをイメージして作ったんだけど、まあ、すごいそれができてる板だなって、まあ、自分で作ったけど本当に満足な板ができたなって、本当に、思うっすね。ものづくりっていうのにすごい興味が出てきたから、自分はスノーボード始めて23年やってきて、滑りで見せるっていう以外にもやっぱスノーボードのことだけ見てきたから、自分だから分かることってやっぱそういうものづくりとかにつながってくると思うし、だからまあライダーとしてどこまでできるか分かんないですけど、まあ、もちろん滑りながら滑り以外のそういったところで自分がいいと思うものを作って、それを感じてくれるお客さんがいて喜んでくれれば嬉しいし、まあ滑りとそういった滑り以外の今まで経験してきたことで形にできることってものづくりだと思うから、まあ滑りとものづくりっていうのをまあ体が動く限り追求していきたいなって思う。